顔合わせをしてみてどうかな。だかな。来たよ。シェル来たけど、あ、アブがついてる。ちょっと待って、ああちょっと、夏かぶのはで、よっ、やっつけたよ。ほれシェル、シェルあそこにいるよ。シェル、ほらシェルいるよ。シェルいるけど、女の子が連れて帰られたら帰りたがってます。まあちょっとしばらくこのまま置いとこうか。シェルは草食べてるし、乾物入れたら落ち着いた。今まで無視だったシェルがやってきた。お口の分はって感じ。なんだ、乾物かって書いてた。しばらくこれで様子を見てみますね。なんかさ、なんかお互い完全無視みたいですな。やっぱり私が離れるとね、乾物を食いながらもね、うろうろしております。乾物食いながらうろうろしています。シェルは全く無視。いや、お互い全く無視ですよ。シェルは一度もアーコの方見ないですね。いつもだったら一人ぼっちにされるとビービー泣いたりとかそわそわしたりとかするのに、一切気にしてないですよね。アーコの方もシェルの存在全く無視です。なんかさっきまでそわそわしてたのにね、落ち着いちゃったんだ。いや、多分私が見えたからそわそわしたんだと思うんだよね。でまた私が見たら入り口でそわそわするような気がするんだよな。ん、乾物も途中で食べなかった。そりゃこれだけ草あれば乾物食べな。ああ、どこに汁見てんの。帰るか、帰るか、帰るか。
ですか。いつもは一人っきりになるとね、ビリビリ泣いて放置できないシェルですけどね、余裕かましてます。余裕かましてますわ。あれは捕まんないかもしれない、余裕ありすぎて。どうしよう。もう私帰りたいんだけど。来るかな、来ないな、きっと逃げてくかもしれないな。あ、気がついた。よいしょ、シェル、シェル、おいで、おいで。お、来そうだな。口を振ってみるか。